はい、皆さんこんにちは。ミラです。タカです。ディブログです。メリークリスマス。私は先週無印に行って、あ、これ全部無印なんだね。あ、全部じゃないけど違うんかい。だからもう一回先週無印に行って、これ全部無印だろ。やばいやつ。もう一回。私は先週無印に行って、はい、この組み立てヘクセンハウスを見つけました。すごくない？これこれ一緒に仲良く作りましょうという企画だったけど、うん、いやいやいや、仲良く作るより勝負した方がいいんじゃないという、うん、そうね、だから今2個買ってます。そう、どっちがデコレーションがうまいか勝負。そう、そう勝負したいと思います。まあ俺のは絶対うまいんだけどね。なわけない、センスのない人。組み立てキットだからデコレーション全くついてないから、うん、ちょっとだけ買おうかなと思って。そうだね。ちょっといっぱいになっちゃった。これ買いすぎじゃない？普通の基本の形は多分そんな変わらないから、うん、それを仲良く作りましょう。チャカーン。壁とかもう出来上がってるんだね。そう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 。これ超簡単じゃん。ここに後ろにあの説明書も書いてあるから、それの通りに。まず一旦2人とも家を完成させようか。ね、はい、というわけで作っていきますよ。うわ、いい匂いする。めっちゃいい匂いする。これ気をつけないとあれだね、壁とかさ、これすぐパリッと割れそうだね。まずはアイシングを作る。アイシングパウダー 80g と、ちょっと読んで。何？日本語わかんない。アイシングパウダー 80g のうち大さじ1を小皿に取っておきます。固まって部分的に粉が残ってみたいな。うわ、そんな入れるの？水大丈夫？わかんない。あー、いけた。なんかすごいトローンとしてるよね。いい感じじゃん。出てこない。にゃーん。めっちゃ良くない？完成。正面と後ろの壁の裏面の縁にアイシングを塗ります。だからこれとこれにここに塗るんじゃない？裏面にシュッ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 って、こことここに塗ってこうやる。ペッタンコの家が完成。こうくっつけるとこしたの、こうやって。そうでしょ。ちょっと一番端っこにちゃんとつけとかないと。で、壁をペコペコって捨てていく。やばさすぎる、私たちのやつ。そう、固まんないでしょ。あ、固まんない。いやさよな。おめでとう。ここで10分待ちかな。やばすぎたかな。失敗。動画終了。家させられなかった。で、一回あの全部あっちに出して粉を持ち入れた方がいいね。やり直し。やっぱり最初のさ、待って、気持ちいいよ。あぶね。粉これ全部使おう。これも全部使おう。出て出て出て、ダメだよ。これやばい気がするな。ここにあるの。ここもう一個の。2個。なんで2個でまず。はい、そもそも無理なんじゃない。作れるそれ。手でやった方がいい。手でいこう。何をやって。ん、手で、うん、できるという。ああ、だからあれ書いてあるよ。何？硬くなるまで5分から10分程度だよ。あ、持っていかなきゃいけないの、ずっと。はぁ、俺たちそんな暇じゃないよ。これ立たないよ多分。ね、相当むずいよこれ。もう
やっちゃおう。できてる。なんで？タカがつけるように食べてるってこと。なんかずっとしか聞こえないんですけど。え、煙突も作れたよ。固まるかな。はい、はい、壊れた。ファンだ。やり直し。ゼロスタート。おめでとう。これさ、勝負変えよ。どっちが最初にあのこの形まで到達できるかにしよう。どっちが早く家を建てれるか勝負です。でもこれ。そういうことや。壁が壊れた。どういうこと？割れた。もうレナ無理だよ。お、早っ！え？何？急に何が早いの？どういうこと？早ない？さっきゼロからスタートしてたやん。やべ、やべ、開いてきた。やべ、下が開いてきた。やべ、あ、やべ、こっちも開いてる。やべ、向こうの壁がこうなってる。中に入り込んでる。まあいいか、一旦これで。私はなんかもうどうでもいい。キープするかも、これ一旦。あ、これ固まってんじゃん、ちゃんと。やっぱ時間置いたら。タカが煙突を押した。こうでしょ。なんで閉めるの、煙突。なんで煙突閉めないんだっけ。あ、開いてんのか、煙突。もちろん煙突だから。これがクリエイティビティというものですね。中に住んでるサッタさんが死ぬじゃん。修復ですか。いや、もうどうしようもないと思う。だってもうこんなんさ、人住めないよ、こんな穴開いてる。超寒い、隙間風入ってきて。そうだね、飾りをつけたい。飾らないの。赤いって言うことだよ。おい、赤いやつが足りないよ、1個。なんで、だから全部赤じゃなくてもいいから。赤で揃えたい。やっべー、どんどん開いてる。屋根がどんどん開いてる。うわやべ、ここに来て壊れたら最悪じゃん。頑張れよ。戻れ。赤めっちゃ集中してる。もちろん。急にあと2分。あと2分。時計を見るとあと2分。OK。やばい。あと2分で壁を直さないと。あと2分で、タカのやつが壊れたら、もう私の勝ちでしょ。チョコレートめっちゃ美味しいよ。タイムアップでいきましょうか。完成。壊れとるやん。結局ここ壊れとるやん。というわけで完成しました。いや、あんなに汚いことになると思ってなかった。超汚いんですけど。見ました、気づいた、これ LT って書いてある。 LT ブログの家です。俺の見た価値でいい、デザイン OK。 LT って書いてあるから、タカのデザインの価値だよ。こっちとこっち、どっちがセンスあると思いますか。コメント欄で教えてください。そうだね。はい、ということで私たちはめちゃくちゃ下手くそということを分かりました。皆さんも無印でこのこれヘクセンハウスのキットを買って自分で作ってみてください。手作りの私たちの動画が面白かったならぜひいいねボタン押してください。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。